はい、どうも、僕は好きに見えたろきちです。阪神タイガースね、本日の試合、グランドコンディション不良ということで中止でしたね。さすがにね、あの阪神園芸さんでもあれはきついんちゃうかっていうぐらい、いや、びっちょびちょなってて、もうほんま、息みたいになってましたもんね。あれは、さらにきつかったんかなと思いますね。明日の天気予報は見てないからわからんけど、多分雨やろ。今週確か、土曜までずっと雨やった気がするからね。明日、試合やってほしいな。巨人がめっちゃえぐい、珍しく大阪でね、巨人戦がテレビでやってたんですけどね、いやえぐかったな。12-4で、先発の広島先発大空投手が2回3分の1を10失点予想外やったな、これは。いや、予想外、ほんま予想外やったけど、まあ、で、まあ、巨人勝ったからな、ほんまに腹立つわ。くっそ。巨人なんで勝つね。で、まあ、明日からね、巨人戦ってことでね、甲子園で巨人戦、3立てしてもらおうか。3立て。維持でも3立てしてもらおうか。で、明日はね、先発ピッチャーが2人とも高橋ってことでね、阪神が高橋遥人投手で、巨人が高橋優希投手。今シーズンね、高橋優希投手に2勝上げてますけどね、2勝上げてるじゃないわ、2勝上げられてるけどね、明日は意地でも勝ってほしいな。何回も同じピッチャーにやられんのよ、阪神、頼むから。で、遥人はね、ほんまにずっといいピッチングしてくれてるから、気合でね、明日も勝ってほしいな。しゃあ、明日はな、黄色タオルフリフリ振りますか、明日は。おお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 おいやー、明日マジで勝とうか。絶対勝つで。ほんまに勝ってほしいな。巨人ね、このまま優勝させるわけにもいかんし、絶対に明日から3度でしょう。まあ、そんな感じでね、明日阪神、頑張ってください。短いですけどね、以上で動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。